その富峰高原、2月の頭の時期は3メートルぐらい雪が降るっていうふうに言われてて、そこに、出向けすること決まったんですけども、実は撮影の前日までは全く雪がない丸坊主の山だったんですね。で、みんな、ロケハンっていうか、現場チェックしに行ったスタッフは T シャツの人間もいたぐらいなんですけど、僕らがその前の日の夕方が夜にかけて降り始めて、で、翌朝起きたらもう一面の銀世界で、夜中に雪上車を出さないと道が通れないみたいな ところもあって、で、それは本当に奇跡のような日でした。昨日の朝、まるっきり雪なかったですか？なかったでしょ？何もない。そう、すごいですよ。本当何もなかったの。全然積もってますもんね。ねえ、神様降りてきてますよ。映画の神もう最高です。あ、ce projet-là, pour moi, je ne pouvais le tourner qu'en japonais, avec des acteurs japonais. Je ne voulais pas faire l'adapter ailleurs qu'ici, parce que pour moi, c'est ça qui m'a séduit dans le livre. Et c'est vraiment la culture japonaise, les visages japonais qui m'ont séduit. C'est pour ça que pour moi, il n'était pas question de l'adapter ailleurs qu'au Japon. Cut! I got that! Perfect! This one. Everything was so nice. Everything was so nice. Perfect! Regardez! 日本人の監督と違うのは、やはりその場で全部すべてを決めようとする。要するに言い返すと、現場に行くまで何も決めないみたいな ところが全く違うっていうふうには感じました。逆に言うと、冬ロケなんかは、それの強みが生きて、当日の監督の直感に従っていろんなところ行ったりとか、風景を撮ったので、それは良かったと思うんですけれども、We'll see it transmitted. Yeah, he can transmit a signal. Is the other monitor coming up? 退治するみたいに動いてほしい。そうです。止まってください。ラビアン。OK。OK。おにぎりで、車の時にどっかで食べてください。はい、それおにぎり、了解です。はい。その方が一人ずつたくさんだから、みんなで食べてもらったり。I think we stay another couple of days. Suntan skiing. Yes, Yoko. Take it there. So, hi. もう一度行きます。いずれにせよもう一度行きます。
tuning that makes the hand working. We can try. Yes, I think that we should try. Okay. 其实是没有很具体，我觉得，因为我跟导演都是很喜欢是在现场去掌握一些现场给我们的感觉。那这些感觉，我觉得在现场是比较新鲜的，比较有创作力。所以那其实我想导演跟我也很喜欢这种感觉，所以每天是很兴奋的面对困难。I got up. Mark, it's a nice feeling. Nice feeling. Le Japon des années 60, je ne le connaissais pas. Voilà, dont les seules références que j'ai, ce sont des images, hein, des photos de cette époque. Et on a essayé de recréer ça avec le plus de charme possible, en ne jouant pas trop sur la quantité de couleurs. Voilà, je voulais que la palette soit très limitée, qu'on ait peu de couleurs, mais que ce soit d'une très grande élégance, tout en restant très réaliste. Il ne fallait pas faire quelque chose de trop joli par rapport à tout ça. Une personne m'a beaucoup aidé sur ce sujet, c'est Yin Kei, qui a vraiment fait un très très beau travail sur les costumes, sur les décors, parce qu'elle me connaît bien. Voilà. For instance, 後ろの木とか丸っこいのとかね、すごい気に入ってる。The round one, he said they both really like it. Yeah. Qu'est-ce que c'est ce rouleau? これ何でしょう？この白いやつ。じゃあ気になるなら見に行きましょう。見に、on va le voir? Je sais pas. Can't tell.Le truc blanc en dessous, nom de Dieu. 中に入ってるやつ。そう。OK, on enlève. はい、現場の中では、まあ、監督、まあ、イエンケさんの呼吸は監督のリクエストがあったんですけど、衣装とそれからメイク、それから美術という、まあ、監督のその割とビジュアルの一番根幹に関わることを、まあ、総合的にこうチェックして監督するっていう役割でしたね。監督自身の方から細かいニュアンスだったりとか、その具体的な指示っていうのがやっぱり自分はどうも出しづらいと。で、イエンケはその現場をずっと一緒にやってきてるのですごくよく分かってるし、まあ、彼女自身もその大学でそういった勉強したと、美術関係、建築関係ですね、っていうことなので、まあ採用したいということで採用されたんですね。まあ、タカさんと、まあ、イエンケさんが共同でやるという形になったので、まあ、これは一番良かったんじゃないかなと思います。Thank you.
しょうね、多分隠れてもね足りないなって一回リハーサルしてで足りないので結局東京からまた追加のレールを運んでそれで翌日撮ったんですよね。あ、すごい。はい、お願いします。すごい。其实这个轨道是导演要求的，那对我来讲，我也从来没有用过那么长的轨道，而且在这个拍摄前的时候，导演要求的时候是大家非常震惊啊，因为那个场地跟那个要达成的这个时间是非常非常费时的。那因为导演其实他蛮坚持要这样子用这个轨道，所以我们也大家就全力配合他达成这样的一个轨道。那在拍完之后，我觉得几乎在场的每一个人都非常兴奋啊，他好像完成了一个很重要的一件事情，好像是一个应该是电影历史里面的一个注点，因为很少，好像我自己不知道有人用过那么长的轨道。我觉得可能就是这个电影这个行业里面已经基本上我们已经达到了一个巅峰了，已经是第一了。多分あれ日本だとみんなスタッフがからなんかこれおかしいんじゃないかって話になってやめちゃうとは思うんですよね。あのスピードの歩きであの会話をするってものすごく不自然なことじゃないですか。そこをもうイメージ通りに押し切って撮ってしまうっていう、でその結果その見たこともないシーンが、まあ、できてしまう。で役者さんの方のテンションも全然違うテンションでできると、やっぱり映画ってまだまだやりようがあるっていうかまだまだなんか可能性があるんだなっていうふうにはあのシーンを撮った時に、撮ってラッシュを見た時には思いましたね。ただ優しさだったり可愛さだったり、その可愛いただだけっていうだけの、あ、あるみたいですね。大丈夫そうです。シーンを作りたくなって、みんな頑張ってる。長い時間ここにとどまるのはちょっと危険なんで、それだけお願いします。Personne ne parle à ce qu'on va faire. Le producteur, personne. Il se demande ce qu'on vient faire ici. Il leur dit qu'on va faire une belle scène. Donc je compte sur vous. Thank you.
か肺からずっと雲になりそうなんですよ。それをやってみますか。Yeah, we can even from the sliding to dark. じゃあ逆バージョン、今晴れてます。こっから曇りになるのは狙いましょうか。仮眠するんですか。はい、スタンバイ。あれもだからその強風のビジュアルイメージが最初にまずあって、でそれでそのシーンを撮りたいっていうことだったわけですね。でそのイメージに対するそのものすごい、まあ、オブセッションに近い信念ってが持ってないとそれはまあ本当成立しないことなので、そのトランユンのシーンとか映像に対する一種の指向性というかそういったものですよね。それが本当に村上春樹とのノルウェーの森とちょっと違ったものにして、それが新しい解釈になってたんじゃないかなというふうに思います。やっぱり小説と映画っていう違いっていうのはありましたよね。Yes, we have everything. So that's one of the media parties. 発表します。はい、はい、以上です。今透明なところしか来ないので、あそこがここからしあっちからしかないので、ね、で今そのなんかウイスキーに当ててウイスキーが始まったけど、まあ方向的にちょっとおかしいけど、やっぱりあそこからこうなんか強いのを入れていくしかない。他觉得强光，我就从那个后面对着。どこに美しさを見出すかっていうところで、僕はマークさんと僕と、まあ、監督もそうですけど、同じものを美しいと感じないとやっぱりそれはバラバラになってしまうと思うんですよね。それはとりあえず そういうそのきちんとしたナチュラルなベースを作って、で それだけではやっぱりその僕らが思う美しさっていうのはとか力っていうのは出ないので、そこからいろんななんかこうアイデアを出していくんですけども、この自分がそういうアイデアを出して やった時に、あのマークなりあのトランなりが、あなんか違うねっていうあの意見はなくて、まあ、それ面白いからもっとなんかこうしてみようっていう、その割と建設的な話になっていったので、だからその捕まえる美しさっていうのが僕としては何か共通なものがあったからじゃないのかなと思いますけど、うん、あ分かった、あの周りだけです。まずそれを B さんに B さんでそれをつけて周りを B さんにする。下は LG2 で周りを B さんにする。これが俺とマークとのコラボレーション噛みまくった。钟声先因为就是我跟他这第二次合作，那这一次合作是就怎么说，就是是我非常希望跟他合作，所以一直跟制片方谈，希望他来参与。那为什么呢？因为其实我在第一次跟他合作《春雪》的时候，我们两个人对光的认识是很不一样的。但在那一次的工作里面，就是我觉得我从他那边也学了很多，
就是摄影棚的灯光使用啊什么的。所以这次我们因为有很多摄影棚的棚类的场景，所以我觉得如果我们再一次合作，应该可以产生一些不同的变化，可以达到一些更好的效果。所以我就在这一次的合作里面，就常常让他把一些很强的光打成一个很微弱的光，然后进入这个房子里面。那这些光其实在现场看的时候，就已经觉得已经你就他已经可以把他已经达到了一个是把一个现场的一个布景，但经过灯光处理以后，可以已经让你觉得是一个真实的环境。所以这点我觉得这个是就是在我那么多年的不同的朋友合作里面，我觉得他这方面他是非常顶尖的，非常而且配合度也非常的高，所以工作起来也特别愉快。何隠せてないでも。外国人、日本人、しかも外国人も、違う国籍だったりとかして、全然従来のやり方と違うやり方でやっていくので、結構スタッフは大変だったと思うんですけど、すごいその他の映画ではできないような経験ができたんじゃないですかね。Just piano. They haven't been too loud yet. I mean, they're still coming in. You can only just hear them. So how do you have them? It's fine. Let's move on. Okay. And yeah, next one. Quarter Tone Bloom. That was lovely, but it's wrong for film. Pour la simple.
Le choix de Johnny était très simple. Ça venait du fait que j'avais vu ce film There Will Be Blood qu'il avait fait, qui était absolument magnifique, et aussi Body Song. Il y avait quelque chose dans sa musique qui était à la fois moderne et aussi qui vient de la, comment dire, de la tradition de musique classique. Et ce mélange était extrêmement séduisant. Action! Cut off. This one was beautiful, no, Mark? This one was beautiful. Yes, yeah. Here it is. That's it, Mark. Yes, yes. Feeling is really nice. 実験素材ナレーション撮り等は残しておりますが、糸を持ち出して半年間続きましたトラン・アンユン組ノルウェーの森クランクアップです。Au tout début, on avait, je voulais plus de français dans l'équipe, mais après une première semaine de repérage avec une équipe japonaise, j'ai compris que je pouvais vraiment faire le film avec une équipe entièrement japonaise. Et c'était pour moi un très bon choix d'avoir fait ce choix-là. Je voudrais remercier toute l'équipe pour leur engagement, leur effort incroyable sur ce film. Voilà, c'était vraiment un grand plaisir de travailler. C'est la première fois que je travaille au Japon. Et ça s'est tellement bien passé. C'est vraiment formidable. Voilà, donc vraiment un grand merci. Kenichi a fait une assez mauvaise audition. C'est-à-dire que ce que j'y ai vu ne m'avait pas convaincu. Peut-être aussi parce qu'il était en train de travailler sur un autre projet. Mais je voulais le voir parce qu'il y avait quelque chose qui me plaisait bien chez lui. Et quand je l'ai vu, c'était immédiat. Voilà, c'était lui. C'est aussi simple que ça. À cause de l'humanité qui dégage. Et dans le film, vous allez voir, il y a vraiment des moments où il est totalement relâché. Il est juste simplement là. Et son humanité est vraiment quelque chose d'extrêmement touchante dans le film. C'est ça que je recherche. まあ、僕は漫画原作をよくやらせてもらってたんですけども、今回その小説ということで、人それぞれが持ってる絵っていうのはあったと思うんですよね。それに対してどう自分なりの渡辺を出していくかっていうことは難しい問題だなっていうのは決まった時には思いましたね。Maintenant, Watanabe marche vers elle et la prend dans ses bras. Watanabe が、ナオコの方に歩いて抱き寄せてください。Watanabe、ナオコの方に歩いて抱き寄せてください。で、ちょっと自由に動いてみてください。トラン
監督自身がやっぱ面白いなって思うのは、本番中にもやっぱ役者さんに声かけちゃうんですよね。カメラの方に向かってちょっとこ倒れてみてください。もう一度起き上がって次はカメラの方に向かって倒れてみてください。こうやってすごい集中してても、はい、横から声が入ってくるわけだから、なんか一瞬戸惑ったりするんですけど、それもまた面白いなと思って楽しんで撮影してましたね、はい、この物語全体が小説の原作は一人称で書かれてるんですね、渡辺の。なので必然的にですね、ずっと渡辺は出ずっぱりなんですよ。ほぼ全てに撮影現場にいるという状況のキャラクターなんですよね。だからその存在感というか、その彼のこうお芝居の感じっていうのが映画全体のこうベースになってるわけですよ。その期間中ずっと渡辺になりきってくれてたおかげで、まあ他の役者さんたちもすごくやりやすかったというふうには思うし、まあスタッフやと監督との間もすごくコミュニケーションを取ってくれたので、そういう意味では本当にありがたい存在だったと思います。じゃあ前直子の真似します。はい、言ってないです。ここで頭なんてあっちで、指示のことできない。おもろいもろい。どんだけ力入れてる。無理無理。これ出れない。絶対出れないよね。ああやると思って。2 aim ready action カットカット。すごく良かった。もう言葉はもう知らないけど、分かんないけど、芝居の方をやっぱ重要とするんだったら、もっと良くなってたんだったらもう一回やった方がいいと思うけど、すごくこう時間をかけて、この1日1シーンとか2シーンとかですごくじっくり撮影してたんですね。何回もできる時間もあったし、僕らもそういうふうにこう細かく修正していけたというか、それで出来上がったものなんで、なんか僕の中ではやっぱすごく納得いくものというか、完璧なものになったなって思うし、そういうふうに撮影をできたってことは今までなかったので、すごく新鮮でなんか素晴らしい経験ができたなと思いますね。もしお二人がもう一回やりたいのであればやるけれども、前こんないい飲み水が飲められたら自信なくなっちゃうから。Quand on me montre un jeu aussi bien, je perds ma confiance. やっぱり渡辺を追体験することによって、そのもっともっと原作の深さってものが分かってきましたし、まあ今僕25なんですけども、その25の時点でのある程度の理解っていうのと、またその30年後の35歳になって、またノルウェーの森を見るってことは全く違った意味になってくると思うんですけど、今の時点ではやっぱりその25なら25でのそのなんか理解っていうか感動みたいなものはすごく理解できるようになりました。でまあ、多分見ていただけるお客さんたちも映画を見てくれたら原作をもっともっと楽しめる作品になるんじゃないかなって思うし、僕の世代より下の世代の人たちも、だから、まあ、どっちが先とかでもいいと思うんですけども、すごく美しくて、なんか
感動を与える作品なので、ずっとこう一緒にそばに置いておける映画っていうか、いつまあ本当10年後20年後見ても僕はすごくまた違う感動をこの作品からもらえるような気がするし、そういうふうにたくさんの方に見ていただけたら嬉しいですね。ほぼ出てないシーンはありませんでした。ほぼ毎日撮影でした。文字通り、主人公として頑張ってくれました渡辺役、松山健一さん、オーラップです。まあ、これからまた違う現場でも違う作品でも皆さんの力に応えられるような仕事をしていきたいと思っていますので、これからもどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。Rinko, évidemment, au début, je ne la voyais pas du tout dans le rôle. Je l'ai vue dans Babel, et pour moi, ce n'était pas Naoko du tout. Et Rinko avait insisté pour passer à l'audition, et quand j'ai vu la cassette, c'était évident que c'était elle. Elle était extraordinaire dedans. C'était une vraie... c'est vraiment une actrice extrêmement talentueuse, et dont j'ai demandé à la voir. Et on s'est vu dans un hôtel ensemble et on a discuté. Et elle était venue vraiment avec l'esprit d'être Naoko. Voilà, c'était ça qui était extraordinaire. Et elle ressemblait vraiment à une jeune fille extrêmement fragile. Sa façon d'être était tellement étonnante qu'à la fin, elle m'a demandé si elle avait le rôle. Je lui ai dit oui. Voilà.C'était aussi immédiat que ça. Naoko 役、菊池凛子さんです。今最初オーディションのビデオを見るまではみんな菊池凛子どうなのって思ってたんですけど、オーディションのビデオがやっぱりどうしようもないわね。説得力があったんですね。他の方よりも。監督にねしつこくお願いしてビデオオーディションやらせてもらって。次の日に監督は会いたいと、でやっと会えると、自分ファンだったんでお会いできるってことでお会いして、で延々質問受けて、私は質問はどうでもいいよかったんですよね。だから役をくれるのかくれないのかを今日聞きに来たのに、もうリンコね、あそこのあの表情とかすごい良かったんだよね。あとワンピースの選び方も良かったしとか、もう全然わけのわからない質問されてで結局だから役くれんのくれないのって言った時に、いやもう僕はナオコはリンコで行くってなんか無理くり言わせたみたいなとかに聞こえたら嫌なんですけど、まあそういうふうに聞いたら、リンコで行くよって聞いた時はもう本当嬉しかったですね。カット。カット。ビューティフル。カット。そして。はい、OK です。OK。Thank you, Naoko. Thank you. It was beautiful. それでこのシーンは以上ですか？私はラッキーだったのは、自分のこの28ぐらいの年齢でナオコがやれたっていうのはパーフェクトなタイミングだったと思うんですね。で、あるそれとそのナオコをどう作っていくかって、今回いつもその現場によって違うし役柄によって違うんですけど、今回まず原作があってヒントは全部あったんですよね。なぜナオコがそこまで至ったのか、なぜナオコはこれを必要としてたのか、全部の質問と答えは意外と全部原作の中にあったんですね。で、あとは自分に質問していくわけですよ。ナオコはなぜこう思ったのか、で答える。あ、私こう思った。で、ナオコはどうしてここの家庭に行ったのか。私はこう思う。その質問と答えがそのうちどんどん短くなってくるんですよ。距離が。で、距離が短くなってくると最後には一個になるんですね。疑問がなくなる。で、そうすると現場に行ける勇気をもらえるというか、釈然としてくるわけですよね。その快感たまらないでしょ。どこからやったら je voudrais cette scène, je voudrais la mettre à la piscine.
大丈夫だよ、大丈夫だよ。クリス、誰も知らなかったでしょ。誰も聞いてない、聞いてない、聞いてない。ちょっと、でも冷静さを保っとこうと思った。OK? Yeah, I'm not no problem. 顔はすげえ神妙だったもん。いや、思った。顔に出ちゃいけないかなと思って、監督の前に。なっちゃいけないなと思って。聞いてないよ。聞いてないよって顔に出ちゃいけないと思って。あの、非常に力強いですよね。それとその場での監督の要求に 100% 答えることができるっていう、これがすごいですよね。監督もどん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 要求をそのエスカレートさせていってましたね。もういいな、 OK 取れてるのにまたもう一回とかっていうのは結構ありましたね。まるでその、かかとがどんどん泥の中にどんどん埋まってきちゃって、それでバランスが崩れて倒れるみたいな感じ。やってみないと分かりません。 OK, so let's go for the cake then. Action! ありがとう。今のテイクオッケー、今のテイクオッケー。リンコちゃん上に上がるなら。Are you sure? Yes! You want one more? もうワンテイクいきましょうか。One more! 一個にとどまらない人。だからこの作品を描けてると思いますし、予想がつかないっていうことがどんなに実は楽しいことなのかっていうのも今回知ったっていうか、ある程度ルーティーンが決まっていて予想がつくことっていうのは何の美しいことも起きないし、なんていうんですかね、そこで学ぶことってないわけですよね。ある程度一度見たことがあるものとか、一度叩いたことある動画とかっていうのは、まあ、ある種もいいですよね。もう経験済みなんで、まあ、一個もストンプ押したみたいなことなわけですよね。トランっていうのは、まあ、新しいことがいっぱいだった人ですし、だからやっぱ監督ありきだなっていうのは今回すごい思ったっていうか、だからまだトランに関しては炭っていうスタンプ押せないんですよね。あの人まだいろいろいろんなこと持ってる人だと思うんで。カットカットカット。今のは本当に美しかったです。やっぱり私好きですからね、こういう作品。自分になんか満足してるとかっていうわけではなくて、あの作品として、いや、もう私は完璧なものができてると思ってますし、参加できて、いや、自分はラッキーだったなと、幸運だったと、なんかやっぱ感謝しなきゃいけないっていうふうに思えたっていうかね。はい。ナマコ役、福士凛子さん、お待たせ。すごいやりたい作品だったので、本当に参加できてよかったです。ありがとうございました。Midori, c'était un rôle très difficile à caster. Très difficile. C'était incroyable. On a vu je ne sais pas combien de personnes. Kiko, quelque chose m'attirait en elle. Elle était extrêmement courageuse et je me suis dit que, avec ce que je ressens comme potentiel,d'actrice en elle, et ajouté à son courage, on pouvait partir avec elle, on pouvait faire le film avec elle.
松山さん、お待たせしました。お願いします。お願いします。はい、じゃあお二人入ります。同時にお願いします。あ、結構すごい緊張してる。大丈夫？すいません、あのセットまで手つないでいいですか？じゃあお二人行きましょう。なんでそっちや。どうぞ。ご紹介します、緑役水原希子さんです。よろしくお願いします。いや、そうしたんだよ。いや、そうしたんだよ。ほら、なんて優しそうな顔なの。大丈夫。大丈夫。あの、そうだね。じゃあ今日は、はい、じゃあ動きを説明しますよ。もちろんあのオーディションで受かったのはこう勝ったっていうことなのでやったーとは思いましたけど、それ以上にやることがたくさんあるし、この初めてのことなので、とりあえずまず台本からこう覚えなきゃいけないとか、いろんな人に会うこともありますし、やっぱりすごい緊張したので、喜べるのはほんのなんか1秒っていうか、こうやったっていう感じでしたけど、はい。Et là, tout à coup, t'as tout relâché. Tout de suite, et on a commencé. Il reste plus rien. C'est comme si tu as changé de situation. Ici, ici, c'est tout est faux. Donc c'est faux. Il faut éviter ça. Mais il faut vraiment que tu ailles chercher un disque, quelque chose. Tu vois, c'est ça qui場も初めてだし、芝居するのも初めてだし、しかもかつ割とがっつりやる大きな役ですよね。結構大変でしたね。で、だん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 撮影が減るにつれて良くなってくるんですよ。だから多分演芝居に集中すれば本当にできる子なんだなとは思いました。全然この映画をやってる最中は全然違う人になりますけど、やっぱり一番最初の印象はすごい明るくて優しくて本当にフレンドリーで、この人となら一緒に絶対やりたいっていう感じでした。現場に入ったらどうでした？現場に入ったらもう「キコそれ違うこれあれ」みたいな感じでしたけど、それじゃ表現力とか何かあるかな。Continue, souris. そのまんま笑顔で。Souris. 笑顔。Réfléchis pas. 考えないで。カット。はい、カット。でもやっぱりその時ってこの図がやっぱりやってる最中って全然浮かばなくって、でも映画出来上がってから監督の言ってる意味がやっぱ分かったっていうか、あのやっぱり映像の綺麗さはやっぱりあれぐらいその凝ってないとやっぱり見せれないっていうか、やっぱりさすがだなっても思ったし、すごいやっぱりもうびっくりしました。よく意味が分かりました。思ってて分かってるのにできなかったりとか、その言われてあって思うこととかやっぱりあって、そういう時は本当悔しくて泣いちゃったりもしたんですけど、でもその泣くことによって一回自分のなんか気持ち、そのうわーってなってるパニックな気持ちを洗い流して、もう逃げるとこがないから多分泣くってもう逃げてるじゃないですか。でもそれをしたら全部もう一回一から
はいやろうっていう決心がつくのでエンジンをかけてくれたのでよかった、うん、緑ってすごい距離であの目ちゃんと合わせながら喋ってるのが必要になってくるところがあると思うんだけど、こういうのとかは多分そうなんだと思う。目で訴えかけてこないと、まあ、まあやっていけば、まあ、普通に なんなると思う。うまくいってるのかな。なんかあのちょっとお兄ちゃん的存在っていうか、やっぱりこう私がまだあの何もわからないことをやっぱよく知ってて、いつもそばにいたので、こう何かちょっと悩んだりしたりしても多分すぐ彼は気づいてくれて、大丈夫だよって声をかけてくれたりとか、あのすごい明るく接してくれて、やっぱりもうすごい助けられました。本当にすごい面白い方ですし、本当にお兄ちゃんみたいな感じです。試練超えた。卵食べ過ぎ、もう自分のやっぱりすごいあの苦しかったので、でもすごいやっぱり監督に教わったことが本当にたくさんあって、なんかこんな素晴らしい映画に出演させていただいて本当にもう私は幸せだなと思うし、ベネチア映画祭に向けてラッキーガールだなと思いました。大抜擢で見事大役を果たしました緑役水原希子さん、おらっです。